さあ今回はアスガルズフォールのプレイテスト版ね、多分最終回になると思うんですけども、今回はね同一の、たった一つのスキルだけを上げていって、どんだけ強くなるのかやってみようかなと思いまして、ここに5個まで入るんですけど、頑張れば1個上げ続けることもできるはず。無理やりやろうとすると、例えば弓の強化とかでねスキルを引かないようにすればいけると思うんで、何を取るかですよね。どんなんでもいけるのかな。前回はその例えば属性を統一してそこで火力上げようっていうんじゃなくて言ってたんで、強そうなやつがいいよね。やるならフィジカルダメージ、電気ボールか。電気ボール死ぬほど投げようかな。ちょっと電気ボール信じてみよう。これを強化してってみると、このゲームも大群ゲーなんで、こういうね、ちょっと遅いですけど、こういっぱい投げれれば勝てるんじゃないかなと。数増えるかな、強化で。強化だと、ダメージとか、クールダウンとか、ものによっては数が増えたりするんですけど、あれはあるんですかね。時間とか伸びるといいですけど。さあ、まずは、ワップ内のやつ回収して、召喚した子たちはどこに行ったんですか？見当たらないんですけど。回復ですかね。イグナイトチャンス今あるんですか。さあ来た。でここで同じのを引きたいわけですよ。弓かな。ちょっとそんなねリロールもただじゃないんで。で、前回とか基本的にそうだと思うんですけど、このメイン武器が基本ね、ダメージが1、2を争うね感じにいつもなってるんで、よっぽど多分炎ダメージとか上げたりしない限りね、炎スキル集めて。だからここ上げていくのはいいのかなと。出た。これはね、使わないでしょ。2個か。いや、3個欲しい。2個でいいかな。前回はね、逆に取らなすぎて、能力だけがね、やたら集まってましたね。でこの電気のボールなんかいっぱい出せるようにね、強化できればでかいと思うんですけど。さあどうでしょう。出ないですね。弓が強化されていきます。しかもレア度で言うと低めだね。お、チルチャンス。体力、お、いいね。体力上げよう。これ318、だいぶ高いよ。そっちはいいの出るんだね。最悪弓でもいいのがもっと出てくれれば、1回でもなんか3回分ぐらい上がると思うんですけど。次ちょっと攻めてみるか。バニッシュとかないんだもんね。一緒スキルをね消していってしまえば出ざるを得ない状況になると思うんですけど。ジャッジメント、お、来た。ダメージが上がる。こっちかな。やっと来ましたね。
3つ、ここかな。これ体力がプラス172、回復量がちょっと足りないと思いますけど、そんだけ弱いのでもいいんで、ちょっと電気ボールがね上がるようにしてほしい。ほぼ弓で戦うことになるこのあと。さあサイズね、まあ、取り目は取るか。出てくれたんであんまでも体感変わんないね。ダメージとサイズ、あとじゃあクールダウンかな。多分サイズがあるやつは数増えないんじゃないかな。クマは敵のヘッド集めてくれるんですかね。回復、これはちょっと普通に取ろう。で今ここ32であるんで、これで5あるんで7になると。中に乗ってたらそこにはめて、サイズね、ちょっといけんじゃないの。おクールダウン 5.46 来てます来てます。 5.46 か、長いっすねかなりね。ここでも回すとね、あっちから行けなくなっちゃう。来た道が燃える。この2倍今かまる場所ないしな。こういう風に置く。ここ4倍なんかすごいの4倍の場所だけ予約しておきます時に。攻撃速度いくとどうなるんだろう。クールダウン変わらないのかな。弓の攻撃速くなるんですかね。おクールダウン 3.28、 OK、 こういうことよ。怖い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 。クマが集めてくれるな、たまに。前回こいつ楽だったんだけどね。でも電気ボールだいぶ刺さるでしょ。クマ頼む。よしナイス。遠くても行くんだな。近い敵はフィジカルダメージが増えるね。クリティカルストライクか。いやもう一回ダメージ、ダメージ4倍でいいかな。いやダメージは2倍でいいか。ダメージは全体だと思うんで、まあ、でかいと思うんですけど、他ね4倍ってなるとなかなか、まあ、体力回復とかではないですけど、攻撃速度とかね、まあ一番いいレアなやつも欲しいですし、クールダウン、クールダウンしか見ないね。これも取ったろうかな。電気ボールの量が増えてますけど、まだ3秒ぐらいかかってますね。それでもおライトニングダメージ、まあつけておこうかな。4倍ではないですね。ただね、あのクマに向けて撃てばいい。おダメージ 105% アップ。よし、これでもう間違いない武器となってます。
これはもう1個で行ききろう。途中ちょっとやめようかなって思ったけど一瞬最初ね、最初しかも特に出なかったので。イグナイトチャンスは違うっしょ。あ、ライトニングダメージ4倍だ。 136% アップ。特に4倍にしたいものが出ないです絞ってましたけど、まあ今のねレア度高いからああいうとこよ。じゃあ溶かす溶かす、この電気ボールは敵を溶かすぞ。メレに向けて打てばね。ダメージは弓の方か。まあ取ろうかな。ちょっと高いんでね。いやー、あれは死んじゃう。ショックチャンス、これはありなんじゃないか。こことここ、これ5ね。ここが7、まあ、全然置いてないですけど、どこにも。なんか欲しいのが出ないな、まあ、全部見れてるか分かんないですけど、この電気ボール関係でなんか欲しいな。2秒、よし、だいぶ良くなってきた。さすが 5. 何秒だったと思うんで半分以下になりましたね。ダメージも高く、回避。フィジカルダメージ多分弓だけで、それでアタックスピードとオールダメージタイプが上がると6。まあ入れといてみるか。弓ですね、フィジカルダメージで多分か、まあ、追加すればいい、最悪フィジカルダメージを追加すればいいかな。攻撃速度が出ればより与えれるんじゃないかな。サイズ、あ、そうね、そう、サイズあんま出てなかったのよ。でかいでかいでかい。これ敵を巻き込めるぞ、だいぶ。やっぱ1個の打がありますね、かなりね。まあレア度もありますけど、もちろん。攻撃当てないと遅っ慣れちゃった、早いのに。ユナイト2倍ね。そのかけ方だとこことか、あ、ここもありか。それなんだっけ、回復か。あ、ライトニングダメージいこっかな。4倍。
た出た出た。暗い暗い。おっと。前回足が速かったから耐えれましたけどね。今回遅いから。めっちゃ強くないでも。こんなたったね、1個しかスキル入れてないとは思えないほど。痛い痛い痛い。暗い。よーし、強い。強すぎる。サイズ 20% か、いや。弓か、まあまああげよう。たけし。色付きが欲しいな、せめてと。まあ、弓ちょっと体力残ってたんで、どうこれで倒せるかな。弓それこそヒット数が重要なら貫通入れた方がいいかもしれませんね。クリティカルストライクチャンス。置く分にはいいですけど 9%。 まあいいか、こういっちゃうか。はい、これでここもいい、置けるね。もうどこでも置けます。いいもの10とか10ポイントのやつとかないのかな。電気ボール1本で、あとほんとリアルに大きさかもしんないね。まあ、一番上がってないとこでもあるかな。普段半減まで行ってますけど、サイズはまだ倍いってないからね。ダメージも 100% いってましたもんね。お、あ、サイズ 90%。 おい、でかいでかいでかい。初期から比べればもうほぼ倍だね。弓の方を考えて群れの方を打たないといけないから、電気がちょっと死んじゃってるんだよ。そこにもう雑魚に向けて弓を打って、ツヤツに向けて電気を打ちたいんだけど、まあ、なかなかそれが大変ですね。2倍ね。ここかな。回復回復。6、8回復、12回復。まあ、極力あれは回さずに、この電気ボールに来るようにしたいから、あっちはね。あぶねえ、なんとか 110%。だいぶ減っちゃいました、今ので。出なかったー。倍を超えてます。弓が当てる敵があんまいないかもしれないね、こんだけ強いと。強え。硬い盾持ちバイキングがもう旬なのよ、旬。3倍、ここかな。体力、クリティカルストライクチャンス、雷ダメージ、悪くないですね。今回倍倍の方でいってます。能力のやつあんま引けてないね。なんか毎回違う感じだって面白いですね。まあまあいい能力出てない状態になるんですけど、そうなると。まあでも、ダメージもいけてるし。あと、それこそね、溜まったポイントを使ってなんか強化取れればいいけど。さっきやるとね、2000全然足んないよな。
やっぱ1回し1000まで行く前にはちょっと使っといた方がいいね。待って、上になんかあんじゃん。行ってなかった。ここ端っこじゃん、ここ。ダメージアップ。ここで、いやー、これは拾いたくない。来た。クールダウン1秒。いつの間にこんな減ってたん？そもそも。2秒じゃなかった、さっきって。耳の多分攻撃のおかげか、ちょっと変わってるからあんま分かんないですね。早い時はじゃあ1秒切るってことでいいのかな。杖もう電気ボールどうなのって思ってましたけど、余裕ですね。ボスマジ圧倒できると思う、これ。痛い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 けど恐ろしい回復を持ってますから。2倍。もういいかな。ダメージャーン、いや、いいか、ダメージでいいか、適当に。全部上がるでいいんだよね。うわやばい、爽快感。うわやばいやばい、早い、この鬱陶しいラッシュが効いてこないと。ここと一緒にいればいいよ、これ。自称法すごいぞこれ。紛れれば、紛れれば敵は死んでいく。こんな攻撃あったとは。必殺技、これ新しい必殺技。はい、じゃあ、ちょっと、今もね、あの時限定です。盾持ちは倒れるまでちょっと時間かかるんで、あのダッシュをさせないようにね。ダメージちょっと上げとくか。今、貫通青でよかったなってちょっと思ったね。当たってもね、全然もうビビるまでもないっすよ。いや、これいけるんじゃない？2個目のマップ。ちょっと手も足も出てなかったから、前回もね。毒矢の効果も分かんないな。まあ大群に囲まれるんで、まあ、毒でじわじわねやってる場合ではないよね。素晴らしいけど、こうとかでしょ。ここもったいないもん。ショックチャンス。まずか、また来た。回復とクリティカルか、回復と体力か。クリティカルストライクチャンスでいいや。あとじゃあこの辺かな。これで、49% 上がってますね。初期値は分かんないけど、まあ、ほぼ半分の確率でクリティカルが起こるらしい。ダメージが出ないから分かんないんだよな。てかクリティカルでスキル発動みたいなやつあったと思うんで、それ言ったらもうすごいんじゃないかな。そこ回そうか。もうボス戦も近いからね。痛いけど別にどうでもいいのよ。あの盾のやつさえ食らなければ死ぬことはないね、すぐには。ウェイクルダウン 0.65。 やば、こんないけるんだ、す
すごいっすね。おまけよ、この一緒にほら見えない、キャラ見えないもん、ほら。行かれてる行かれてる。もう全方位ばらまいてるよね、もう。攻撃当たって前提だろうな、これ。このフィジカルダメージ前提のクルダンかな。じゃないと普通に遅いもんね。当たってないといけないんだね、こういうちゃんと。遅いのよこれ。一緒に動いてるけどさ、いや、集めるの大変だよ、ちょっと。見てほしいな。イグナイト。エレメントルハーモニー。出血とかいろんな状況によって攻撃速度上がりますよと。ショックはショック。ショックもあんのか。4% ショックでいけるかな。これ入れといてみよう。4なんで、ここでもいけるか。うちショックしかない。いや、死ぬかな、それよりってか。ショックというか死んでますね。起きてるかもしんないけどさ。まあ、一応攻撃でアタックスピードが上がっていくようになってると思うんで、両方ともね。これより早いクールダウンになってるのかなと思いつつ、まあ強すぎて敵が死ぬんで、なんかあんま当てることが難しいね、今ね。あ、ナイスキノコ。おお、キノコに対してやや斜めの動きをしながら、こうやって二方向はしんどいわ。でボスってことか、もう貫通、いや貫通違うでしょ、クルダウンあんま変わんないね。貫通か、ちょっと1400は無理。1回、さあ、暗い暗い暗い。もう10番上げ切った。サイズ、サイズもいったしね、倍以上いってますから。ダメージもまあ、いらなそうだよね。この火力をね、2個目のやつでもできればいけると思う。フィジカルアタック。あ、これからフィジカルアタックで 5% チャンスで、スタッキングバフで、攻撃速度上がる 1% でダメージを食らったら終わると。これだな。57いってますね。おお、もう終わっちゃうじゃん、時間も。強い。強すぎれ。さあ、これは2面挑戦だね。圧倒してますから、なんもない。さあ、どういこっかな。いろんなパターンやってきましたけど、うわー、弓すごいな。弓でいいんじゃないかって思うんですけど、結局はね。2ポイントで、ホーク、まあ、これしかないか。この先はポイントがないのかわかんないですね。さら行ってみましょうか。全く行けてない。こちら仲間3体います。まず火力足りてないですねと。で、先ほどと同様に圧倒的回復力を持ちたいので、序盤でそこをうまくできれば。
で、まずしっかりパラメータ上げていこうと。意味ね、案外意味でもいいかもしれない。案外どこじゃない、フィジカルダメージっていうのが一番強いんじゃないですか。なんか強化見てるとバーサークとかいくらでも出てきますけど、あとあれか、状態異常で攻撃速度アップだっけ。あれもでも結局何か極めてあげた方がいいよね。炎だらけにしてバーンみたいな、あげるみたいな。今炎踏んで痛い、いたたたたですよ。エレメントのハーモニー、ハーモニーしちゃう。ハーモニー真ん中、これ別に真ん中じゃなくてもいけますね。4なんで、すぐに効いてこないものを先に入れちゃいましたけど、でこここの地形効果がだいぶきつくて、次ちょっと回復をなんとか引きたいな。貫通10いる、これいきます。マグマ1回目かなの時にだいぶ強かったですよね。しまいまい、あ、でダッシュすると弓が出ます。それが新しい効果で、ここからキルしていかないとまずいよと。まあ移動も欲しいけどな。回避か、やるもの取らないとまずは。序盤にうまく取れないと繋がんないですね。もうやばいんですけど、だいぶ。炎で行くのかどうするかだね。ちょっと回すか。クダウン16か14で私投げ。ジャッジメント、期待値の高いやつ集めていくみたいな。だいぶ危ない橋を渡っていこうかな。うわ、欲しいけどさ、ちょっと、いやー気が早いよねそんなんね。チルチャンス2倍、あ、回せねー。ここでここに置いてやろう。2倍のやつを取ってやろうと。マグマスフィアー、ちょっと次回したいからフィジカルダメージしようかな。フィジカルダメージ多めだもんね。めちゃくちゃになるかでも。いや、一回回そう。ブニブニ、マグマスフィア、こっちだ。なんかダメージ低かったと思うけど。うまく出ないな。いやー、そういう出方する、ちょっと攻めすぎだって。
うわ、まあ、行くは行くけど。こうかな。発生だけさせとこう。2倍とか、効果は出るけど、能力は全然出ない。これはきつい。かなりきつい。ダメージ。曲げようか。さっきも体力もね、回復もあったもんな。出方のせいで苦戦するのはちょっとやめてほしいな。すごい、これすごいされてるな。しょっぱくない？ちょっと何これ。いや、まあそこで止まったせいで死にかけてね、今。そんなって感じなんだけど、ジャッジメントきついよそれは。ちょっともう一回もう一回、これは違うわ。ちょっとひどい出方が。ダメージもう抜けてますね。で最後1回だけやろう。キャラ的にもこいつしかね、育成できてないからこいつで確定であるんですけど、回復がつかなければ終わりだな。これ体力もあったら、さっきのやつをこっちできると大きいんですけど、ないんじゃないかってくれてないもんね。何取るか、その過程で何を取るかですよね。ダメージ、さすがに。物理だとちょっと弓と相性悪そうなんだよね。射程が短いというかね。だから近づかないといけないから。このダメージで、今は倒せる。敵から逃げてこういう範囲当たりがちなんで、そこをどうにかしないと。イグナイト、オッケー。炎を取るか。アクセルス結構取れた。あ、もう2回分かな。あそこで自動回復出ないのかな。さすればね、いけると思うんですけど。クリティカルストライクチャンス、回避チャンス1。あー、まあ、しょぼい、しょうもない。炎は、まあ適当に取りますか。じゃあ今どれが当たったんだろう。スライムか。来た。よし。まず回復。これ倍かけていきましょう。やっと。こうじゃないとね。これ敵の火力目に体力も上げないと死にそうじゃない？まずはスフィア。ここの角だね。よし、軌道に乗った。序盤がやっぱ一番不安定だね。こういうのが不安定化させますけど。移動を取りましょう。
2では回復持たんな。10欲しい。10暗いとじゃ止まんないから、いいね、ダメージ。ダメージ上げとくべきだな。まあ、せめてボスまで見たいなと思います。そこまで見ないと。これ、6。行こうとするとど真ん中奥行きますけど、ど真ん中奥のもったいないよな。こことかかな。これ多分弓貫通出てないと思うんで、あんまりダメージいかないですね。この玉とかこの辺で行ってもらって、おお、ダメージめっちゃ上がる。なんか 150%。 あれ痛い、痛い、痛い。あー、クソ、ダッシュがないとかわせないね。いやー、ちょ、あれすごい、ちょっと完全にさ進む方にいるんだけど、読まれすぎでしょ。ほら、そう、そこで止まると危ないって殺される。危ね。あれが出てから左目が死ぬこと増えるね。危ない危ない。ちょっとあれだな。あー、すごい進行方向止めに来るもんな。かといって戻れないですし。ほら、こういうダッシュできないとこで来るから。あ、やばい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 、まずいまずいまずい、まずい。回避を残していかないと。足、足炎回避欲しいんだけどな。次々に行きたいかな。もうやってないよ。あ、終わっちゃう、終わっちゃう、もう終わっちゃう。足の速さでどうにかしてくれ。よし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 。細かい動き、あ、おっと、あと高い今ったんじゃないの。多分死んだな、これは。いらない、そんなの。わあ、これさっき待ってればよかったね。こっちにしよう、もう。うわ、ないないない、これ。返せばいいの？よし。先に出たらずるいじゃん。あ、消えるんだ、時間ね。これ。二面の難しさで合ってんのかな。あ、いや、終わった終わった、わちゃわちゃわちゃ。危ねえ。おお、敵の攻撃はすごい、このマップ。あと5分。あべ、あー、かわせなかった。ちょっと遅いんだよな。踏み込まれてないね。いや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 、足遅かったらもう死んでるよ、ずっと前に。ギリ行かしてもらってますけど、足のやつのおかげで。あとダメージ足んないね、全然ね。全然足りてないダメージが。たまたま生きてます今。あ、これか、フィジカルダメージで他のスキル発動か。
8。次いけるかもしれない。多分10秒後には死んでそうだもんね、ずっと。10秒後死んでそうな状況で続いてますが。怖っ。それ。このしょぼい回復でなんとかいってるよ。矢のね、炎が出なくなってからだいぶ楽だわ。あれが天敵だね、間違いなく。ダメじゃん、まあいいんじゃないですか。なんでも上がってくるのは歓迎です。最初のボス、そろそろ、いやもうちょいあるな。ナイスナイス。やばいやばい、怖っ。倒せないもんね、しかもね。さっきで決定打がないから、まあ倒してはいますけど、多少はね。倒してないは言い過ぎですが、ショックでも何でもいいから、もう発動させよう。これいけるかもしれない。油断するなよ。回復なのか体力なのか分かんないけど、上げないと。普段いきましょうか。これは取るべき、いいものは取るべき。そこの上昇率は半端じゃないから。危ない危ない、おー、危ない危ない。止まんのが怖すぎる。とにかく止まってはいけない。エブリブリディングバーニング、バーニングとかあんの今これ。イグナイトチャンスあんのか。読んだらまあ簡単ですね。読んだら簡単か。あ、ここだね。オーバーですけど、フィジカルダメージ取っちゃいますか。なんかフィジカルならいいんでしょ。でダメージはほな上げればいいかな。わかんない、どれかわかんないです。まあ、炎のイグナイトとフィジカルのダメージでいこうかな。さすがに回復いきましょう。ちょっとこれは取らないと。あるなし全然違うもんね。ボス戦が見れそうですね。よっしゃ、いけるいける、強い。倒せ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 。高い集中力をまだ維持してます。これを敵の攻撃パターン増やさないでくれ。怖いな、そこ止まった場所にもう攻撃くんの分かってるの一番怖いんだけど、終わると同時に踏み込みを始めないとね、食らっちゃいますからね。何が強いの俺今。一応炎なのか、なんか炎の、まあ炎しか取ってないからね。わーっと、あれビームを食らったのか今。今でもあれだね、瞬間的なダメージは少ないっすね。わかんないんですけど、炎を食らったら、ビーム食らったのか分かってないんですけど、多分あのパンチ食らったらもっと食らうと思うんだよね。さあフィジカルダメージこんだけ上がるなら取りましょうか。ここら辺ですかね。でもここ3ある。いや、まあいいか。フィジカルダメージも取る。炎も取る。ボスだよね。そうね。おお。
今動きがやばかった。やばい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 、足速くてよかった。いろんなこういうパターン見せるこいつ。よし、いったいったいった。あ、何でも上げてくれ、もうとりあえず紫じゃ確定だ。もうあれがいつのフィジカルのやつか。もう一個フィジカルにしようかな。フィジカル出たしね、さっきのね。ボス戦の時今見ていただければよかったと思うんですけど、近づけてないんで。ただ一応近接の多分、これこの炎なんですよね。フィジカルのやつは敵のところランダム出るやつなんで、フィジカルだけど近接じゃない系ですね。回避。ああまあ、クラ、どっちがいいんだろう。あと、ああ、いやまあとりあえず、アーマーにしようか。で、ここ今 5ポイントですね。ここかな、8ポイント分あります。やだ、このさ高機能差でさ両フェスやってもらっていいですか。ちょっとあれ爆弾か、一つパターンが増えましたね。回避すると狂うんで、こんだけ多いと。これ回避使わない方がマシかなっていう。あ、数5、お前の数か。いいだろう、相撲。あ、7、7はさすがに取ろう。2個分、4分に増えましたね。その人もいけるな。何でもいいから発動させよう。体力減るやつだけ間違って取らないように。火力の代わりに死んじゃうんでね。これいきますか。ランダム系フィジカル2つかな、これで多分。まあ一応進行方向に向かうかもしれないですけど、片方今のはランダムのはず。これ揃いました。これ強化しやすくなると思うんでね。炎に関してはボルケーノありますからね、あれが強い。あとこのファイアボールも強いですから、近接のやつもあればいいだろうと。でさっきボス戦やって思ったけど、ボス戦がやっぱ一番安心できるわ。これもう不安も不安です。フィジカルアタック、フィジカルアタック、フィジカルアタック、通常攻撃ってことかもしれないよね。まあ何にせよ起きてますから。
あいつの動きに対してはまっすぐの動きで対応しないとね、かわせなくなってしまうので。もうちょっとどんどん上げてこない。いやー疲れた無理かと思ったこのゲーム。まだボスが分かんないけど、このままなら雑魚にやられることはなさそう。一番苦手な進行方向でのあの炎がなければ、実はそんな食らわなかったですね。ちょっと言われたんですけど、あれはしょうがない。体力やっぱ低いよな。ここで1ポイントでもいいんですけど、それはなんか違うかな。ファイヤーダメージ上げとこうかな。発動させておいて。ファイヤー3つですからね。まだ15分なのよ今。この高い緊張感を少なくともあと5分は持たないと。出たあのギミック。そう最近なかった、あれと同じ方向にすればいいんでしょ。でもとりあえずそしたら理論上当たらないよね、消えるっぽいから。おっと、そうか、複数あんのか。一緒に行く、下に移る、ちょっとダッシュ回数的に。おスライム、序盤の敵何気にやばいっすよ、ね、そうなるとスライムかなり強いと思うんだけど。アーマーかな、これどう、どんな感じ。あんま入らんか。回復とアーマーつきますね。ここだと。他、回復とアーマーでいいかな。食らわなきゃいいんです、とりあえず。あ、出た！やばいやばいやばい。まずい。フルーツキラーが来ました、今。いっちゃん苦手なやつ来てます、今。あれ、普通に、待って、今、それ。ダメだって。ちょっと落ち着け、冷静に。さっき対処できたんだ、冷静に対処しよう。あれ普通に進んでると食らうペースでくるよね。いやもうまあまあいい、このペースで食らってる分には大丈夫だけど、できたら食らわないように。いやね、これただ歩いてるだけで食らわないっていうことをね実現してたんで、それでいくと。やべえ、あれ当たり続ける止まんねえぞ。はい、ダメージ。どこで見るの、ここだ、ここ。回復上げるにはもう引くしかないね。バイアもう効かない。あーまあだいぶ効いたかな。でもそんな食らってないと思いますね。食らった方が早いか、あれはフルチにはかわせないと。あか、お、危ない、かわしていく。まあ、一番いいのはまっすぐじゃなくて角度変えることなんですけど、分かっていてもね、こんだけ攻撃が多いと、そっちが安全かっていうのが確保されてないわけですよ。 OK よ。1万まで、ちょっと待って、紫をとりあえず取ろう。最低紫を基準にしましょう。よし、かわしていく。かわせない。
回せない。やべやべ、今ダッシュがなかったけど、あったところでも回せなかった。あれだな、一番左に食らってんの。ほぼあれしか食らってないけどな、それでいうと。ああ、危ない。ああ、これ出してない。出してないときは戻るしかないのね。これいつまで続くの、これ。嫌なやつ終わらしたと思ったのに。ルーキーズギャンブル、クリティカルチャンスでアランダマビット。おお、まだあったんだ、そういうの。痛い痛い痛い。あれを出してる敵がいるんなら殺さないといけない。一発目食らえた時はもう食らってます。はい、食らいながらダッシュが一番嫌なんで、よ、残しておこうと。でも当たった、今の。どう、あ、まだか、まだか。いやー、おかしいおかしい、もうこのゲームは。私を苦しめている。これさ、ダッシュを、危ない。ダッシュ何に使えばいいね、今。これはこれに使って出てきたらかわせないよね。でもファイアボール、もうくぐっといた方がいいか。やば、抜けたんじゃないこれ。鬼門、うわ、まだある。危ねえ。よし、もう今感覚上がります。ああ来るなと、やつが来ると、匂いがすると。そこで先にダッシュしておくわけですよ。よし、来た来た来た。これ戦う、あ、これ出た。これ勝てないやつじゃないこれね。これプレイテストの前の体験版も同じでしたね、終わり方。生き残ったらこれで終わりだよと。生き延びました。あ、ファイヤーボール一番強かったですね。まあ、炎を上げたんでね、炎が上に来るのは当然。他のやつはトリガー的な感じで使っていきまして。いやー、クリアしておきました。今ならクリアでしょう。まあ、この先はね、今後の、あ、間違えて、いかないですけど。サレンダーです。この先今後のね、体験版なのか、また次のプレイテストなのか、まあ、製品版、来てくれればそれが一番いいんですけど、まあ、今回のプレイテスト版かなりね、こうシステムが変わってるんで、まだ模索しながらなのかなと思うんですけど。サモンダメージ、アローダメージ、トラップ、アローダメージでしょ。まだありそうですけどね。まあ、とりあえずね、ここまでにしましょうか。もうプレイテストも終わりますし、なんとかクリアまでいきましたね。